修行時代ではもしかすると最大級の恐怖、もう私が修行時代に見た中で本当に震えたんですよ。はい、どうも、総帥のコレッキーです。幹部のミョンです。ん？なんすかそれ。え？何それ。覚醒器やけど見たらわかりますよ。これ、もらったんすよもらった？お坊さんに。お坊さんに、うん、なんすかお坊さんにって。じゃあ、やっとく一応。Yes, yes, we are the Momo Iro Clover 今夜十蔵優作ミキダイウン。ちょっと、ミョン、ワイ。どうも、ミキダイウン。いや、かわいいなありがとうございます。なんか一部ではこの曲が大人気だということで。そうなんですよ、はい、このここをもう繰り返し聴いてくださってる方がめちゃくちゃ多い。ミキさんの元にまでその声届いてるね。バレたということで本当にミョンがですね、その嫉妬するレベルでやっぱりミキ住職はですね、はい、僕との相性がいいよ、そういうなんかすっごい好評なんですよ。あのね、何がいいんだろう。僕ね、ミキ大雲住職の分析会みたいなの撮ったんですけど、はいはい、結局なんかやっぱ好きすぎて多分伝わってないと思うんだよな、何がすごいのかが。だからこれね、一種のこう心霊の社会実験みたいなことをしたくて、はい、ミキ大雲住職の方が全部伸びてるわけじゃないですか、はい、だからミキ大雲住職のサムネイルだけバンって出しとけって中身何でもいいんじゃないか説。僕一人でペラペラペラって喋ってるだけでもミキさんから出ない出ないからだけでもいいんじゃないかとかね。やっぱフォルムが丸いですし、フォルム関係ありますか、はいはい、やっぱりこう丸いものに目がいくじゃないですか、うん、心理的に。なるほどなるほど。それか分析まあ愛されますよね。でもドラえもんとかアンパンもみんな丸いものですから。そうそうそう、ね、うちのねミョンも太って丸くなってるんですけど、あんまり愛されてない感じ。ひどいこと言うぜ静かに大丈夫。ダメよ全然痩せるわ。ちょっと声調子悪いな。そんなことないわ大丈夫よ。借りようかしらそのおいしいんじゃ。もうちょっといけるんじゃないこの間もいきなり最後に北野のお父さんされたんで、うん、今もさ階段説法してるわけでもなく都市伝説喋ってるわけでもないけども再生数高いと思うね今。今ねそう現状、うん、はしゃぐやっぱミキ大雲住職わかる。ミキ大雲住職のコラボ先見てます結構。ああ。もう扱い方が間違ってる。これは別にミキさんが決めること扱い方が間違ってるかどうかそうね。で本当に動画だからねこんなお茶けさせてますでけど伝わってる？お茶らけてお茶らけてますけど、うん、めちゃくちゃ尊敬してまして。いや本当ですか？そうです。お経とか書かれてる小難しい内容をちゃんとポップにというか分かりやすく伝えてくれるっていうことに対しても初めての方だと思うんですよね。あ、うん、確かに。聖書とかもそうだけど改変しちゃいけないっていう感じじゃん。漫画にできないみたいな。はいはいはい、はい、そういうのもっとなんか今の文化的に入ってくるんだけど、うん、分かりにくさみたいなのもあるわけですよね、うん、それをちゃんと解いたというか、うん、やった第一人者としてすごく尊敬してるんですよ。ありがとうございます。じゃあそういうことだけじゃなくてさらにアニメとか漫画とか映画の知識も幅広いから、うん、一般のこの目線に合わせた例えをしてくださったり、うん、そういうことができはる方なんですよ。いやありがとうございます。だからめちゃくちゃ尊敬してます。 ありがとうございます。はい、やった喋りにくくなったもしかしていやいやそんなことですけどでも実は、はい、お経の中に書いてあることを、はい、私ちょっとサブチャンネルというか、はい、立ち上げて、はい、そこでもまた配信することが決まってるんですけど、はいはい、やっぱりアニメが出てくるんですよ漫画とか。おこの世を変える方法はやっぱりみんなの気がいるじゃないですか、うん、はいそうです。でもみんなが陽気になってわーってなっただけではダメなんですよ。おー一塊に集めてそれをちゃんとこうまた加工していく人がいて、あでそれを投げる先があってってなってくるとやっぱりこれ元気玉なんですよね。元気玉ねこれね、ドラゴンボール。いやそうなんですよ。あれものすごい好評だったんですけど、なんか僕めっちゃ好きで、はあ、元気になるっていう言葉はもともとの気に戻るだけなので、うん、頑張らなくていいんだよっていうことを自分の言葉かなにめっちゃ言ってます。ああなるほど、はい、結構飲み会でも言っちゃったもんね俺ね。取った取った取ったこれあの例の港区女子会の時も言った俺これ。これ言ったんですか？言った言った、うん、でしかも気のすごいとか分けれるじゃないですか。あそうだ、元気のない人にあげれるっていう。確かにこれがね、やっぱりね、ドラゴンボールなんですよ。ああ、確かに気を分け与えて元気になってますから。これはほんまによくできますね。お経ずーっと紐解いてると、竜が出てくるんですけどね、はいはい、で、竜に私は行き当たって、はい、竜プラス太陽の神、うんうんうん、あの、日天子さん、はいはい、で、月の神、月天子さん、はい、
これが必要だっていうのが分かってきたりしていくとワンピースになっちゃうんですよ。結構漫画にかすってる部分はわずかなりどこにもありますよね。あります。でそれがこの時期に集まるっていうのもお経にかかってるんですよ、うん、偶然みんなが言ってることが一致しますよみたいな。すごいねこれお経ってね。お経も予言なんですね。めちゃくちゃすごいですよ。舐めてたそんなはっきり言うんだ、うんうん、だって長いと子供流れしたらね、ちょっと星座いや確かに思っちゃ早終わりと思って、そういうイメージです、ね、ありがたくやっぱ聞かなあかん、はい、あれほら意味はまあ100%理解できなくても聞くことによってで考えれるのは大きいんだろうな。ああいうのって、うん、耳にその言葉として入ってくる感覚が、うん、すごいよね。俺らのザ・サイレント・ドッグもさ、お経をちょっと歌詞に入れたら入るんちゃうか。これ確かにお経に書いてあることから学んで ね、うん、ロードみたいに第何章めちゃくちゃ第16章16章みたいな、ね、サイレント・ドッグはなぜサイレントなんですか。あこれね、ミョンが名付け親なんです。失礼してください。あのそもそもなんですけど、はいはい、ザ・サイレント・ドッグが生まれる前に東野さんたちがやってた音楽ユニットっていうのが、はい、おしゃべりキャットっていう名前なんですね。でそれに対してコヤッキーさんとミョンが太鼓グループを作ろうよということを言ってる時に、おしゃべりなキャットの反対だからおだまりドッグにしよう、なるほど、って言ってたらおだまりはちょっとあれだからっていうことで、はい、サイレントドッグになって、バンドだったらザをつけたいっていうことでザ・サイレントドッグという名前になったという由来があります。なるほど、そうなんですって。へえ、そうなんですって。こうしたら決めた場に出したからね。これもお経に書かれてるんですか。書かれてないよ残念ながら書かれてない。書かれてますって言われてどうしようかと思っちゃった。こっちもこれね、武道館立つんです。書かれてるんです。多分行きますわ。すぐ決まってんの、はい、このアイドリングが長くても果たして再生されてるんでしょうか。本当ですか、はい、ここからですね、はい、三木大雲住職によりますとっておきの都市伝説、今日も聞かせていただけるということで、はい、お願いします。私の修行時代の話なんですよ、はい、修行時代ではもしかすると最大級の恐怖を感じたんですよ、はい、人怖に近いような話なんですけど、めちゃくちゃ怖かった体験なんですよ。そこまでおっしゃるとよっぽどね。もう今思っても本当ちょっとドキドキしたなっていう話なんですけど、ちょっとワクワクするけど、いろんな修羅場をくぐってきたミキさんですか、ですよね、私が修行を、まあ、まあ一段落してお寺さんに今度まあインターンですよね、まあ、はいはい、随身という言い方するんですけど、うん、一旦勤めさせていただいてからまた自分のお寺を探すみたいなことで、はい、まあ、修行の延長、サッカーでいうところのあのアディショナルタイムみたいな、あ、そう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 、はい、そうですそうですアディショナルアディショナルタイム、はい、アディショナルそれの期間みたいなのがあって、はいはい、半年ほどなんですけども、そこでちょっと修行させてください。でまあ、修行って言ってもほとんど雑務なんですよ。掃除したり、来られたあの参拝者の方に今度案内したりする、うんうん、でそれずっとやってる時に、私とお坊さんは、私若いお坊さん一人やったんですけど、うん、あと二人おじいさんが勤められてて、はいはい、でそのおじいさんらも掃除とかの、うん、まあ、あの私の手伝いしてくださる感じで、でもおじいさんとも仲良くわーっとやってたんですよ。である時住職が、はいはい、お寺の境内にある龍神池、はい、大雲くんちゃんと掃除してるかって言われたんですよ。で、あ、実はそこの池の周りおじいさん二人もなんですけど、それ言うともしかしたら汚れてたかなんかで怒られるかなと思った私が、気を使って、あ、すいません最近掃除できてませんって言ったら、あ、いやいや掃除はちゃんとできてるよと、龍神池はお前あれだけ毎日掃除しててあれに気づかへんのおかしいやろって言われて、で、なんでしょうって言ったら、赤いボツボツができてるって言うんですよ、池の中に。池の中に、でこれは龍が住んでる池って言われて、そこにある泥があるんですけど、この泥が傷に効くんですよ。へえ、実際これはもう医学的にもそうで、でなぜかっていうと、貝が堆積して、はいはい、貝殻が溶けると薬になるんですよ、傷薬。なるほど。でその泥が効くから多分龍神池と呼ばれるようになっていったりとか、不思議な池だってなってるんでしょうけど、意味が分からなくって、はい、私が行ったんですよ。そしたらね、赤い塊がブワーッといるんですよ、池の中に。見てわかるレベル、見てわかるレベルで、で確かにいると思って見たら金魚なんですよ。あ、金魚なんですね。金魚なんです。なんであんなところに金魚植えたかっていうと、うん、住職曰く、はい、近所の人がなんか金魚逃がした。あ、なるほど。栄養価高いからめちゃめちゃ繁殖しちゃった。なるほど。で思ったんですけど、私なんですよ原因が。え、外国からの方が来られて、はい、お前それでいい、まあ、えー、お前って言われるじゃないですか、英語でね。
で、私もなんせ修行時代をニコニコしてなさい、はいはい、来られた方に Yes! Yes, thank you! Yes, thank you! なるほどなるほど OK, yes! って言ってたんで Thank you! って言われたんですよ。おどうなんか喜んでくれてるなと思ったら金で逃がさはったし、意見おそらく今思うとなんですけど国に帰るから、うん、この金魚をどうしようか引き取ってもらえます？持っていかれへんもんで、ね、でなんならこの池に話していいですかって言ってはったのを私はニコニコしながらイエスイエスって言ってたんでどうも繁殖しちゃったんですよ。どうも現行犯ですけどね。で私が誰かが逃がさはったんですかねって言って住職に言ってたら、住職がお寺の中では摂取禁止されてますから、はい、できればなんかこういい方法で摂取しない方法で、うんうん、まあ、自然淘汰も仕方がないんですけど、うん、なんかないかなっておっしゃるんで、アヒルさん魚食べるかなと思ってね、はいはい、アヒルさんを2匹買ってきて、おーおーどうでしょうかって雇えばね強引だね、ご住職も、まあ、自然淘汰なら仕方がないね自然淘汰、はい、いや結構強引な自然のね教習ですけど知り合いの方にお願いして、はい、2匹はい、買ってきたんですよ、アヒルを。でこうアヒルさんが増えるのもちょっとなんかなのでそうですね、両方とも男性のアヒルさん、うん、でちゃんと小屋も私買ってきて、おーおーおー、でも居心地いいようにして、おーおー、でやってたんですけど日に日に痩せていくんですよ、なんでアヒルさんが。餌たくさんあるはずではねえ、はい、どうもお口に合わないみたいな。あれ痩せていくのをまた住職が見られて、はい、おい大悟あれどんどん痩せていくぞでちょっと餌あげてみたらどうだと言われて、はいはい、餌あげたらうわーっ食べるんですよ。もう本当に今まで食べ物がなかったぐらいの勢いで、なるほどなるほど、ザーッ食べ始めたんでお口に合わないの。そういうことですね。それでもそんなね、アフリさんじゃあっていうわけにもいかないんで、住職に毎月餌を買っていただいてはアヒルさん食べていったら、アヒルさんどんどん大きくなって、で住職が、はい、おい大運と、うん、アヒル雇ってるけど意味ないじゃん、雇ってる、食いぶち増えただけですよね。そうなんですよ、うん、何の解決にもお前なってないと、うん、しかもどんどん池が赤くなっていくと、金魚で、でアヒルさん何にもしてないとアヒルさんどうにかしろって言われて、お檀家さんの中でアヒルさん飼ってもいいよっていう方がおられたんで、ちょっとお二人引っ越しされて、お寺は首というか、アヒルさんはね。なるほど。で、その後どうしようって言って考えてたら、おじいさんお二人、ちょっと、まあ、耳がご不自由の方が一人おられて、はい、どうもね、その一件をご存知なかったんですよ、お二人。はい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 。で、私が、いや、実はもうアヒル首やとか。で、何や、アヒル雇ったり、首にしたり、みたいな、はいはい。いや、実はこうこうこういうことで、金魚が住んでるから、言ったら、うんうん、いや、そんなこと早く言ってくれよと。おお、そんなもうすぐ解決する方法。解決できる。いや、殺したらダメですよって言ったら、殺さん、殺さん。気絶さすんやん。え？なんかね、プラスとマイナスの棒を入れて、電気を流して取る行があるんですよ。なんか昔そうなかったんですよ。あったあったあった。でそれ今ババババって気絶して気絶して上がってくる、うん、でそれ今禁止されてるんですよ。あ、やっちゃいけないんだ。もうあの取れすぎるので、はい、で、あれやった後すぐったらまた息吹き返すんですって。気絶してるだけだから、だからそれで簡単に取れるよ。はあ、なるほど。でこれご住職さんにお話ししたら、あ、じゃあ電気流した後すくって近くの金魚屋さんに、あの、すいませんけどって言って持ってきなさい。それはいいですね。で金魚屋さんにお話したら、うん、全国に支社があるから、はい、もうこの金魚ならめちゃめちゃいいですって言われて、うんうん、でもう引き取りますって、うんうん、うわよかったと思って、おじいさん次の日に持ってきてくださって、はいはい、でもう一人のおじいさんがやったことないけどこれ回したら電気が流れるんだなみたいなね怖いな。これおじいさんが頼むぞって中入ってかったんですよ、はい、で私網持ってずっと構えてて、はいはい、だ行くよ321バーンってやらはったんですね、はい、ほんだらもう池に電気が流れて、はい、でブワーッとあの魚が浮いてるんですよ。バチャ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 ってなって、バチャバチャバチャとなってる中におじいさんも浮いてきたんですよ。え、中入ってるから、ああ、いや、完全にしたって俺怪しいなと思ったよ、一瞬入ってずれるまさかの。そう、私とりあえずおじいさん救う、おじいさん救う、え、先にはいはい、そうそうですね、助けない、助けるって意味で救うね、これは。たぶん救ってましたもんね、はい、人間が池の中で感電してるって、はい、めちゃくちゃ怖いですよね。それ怖いですよ、怖いですよ、それ。もう私が修行時代に見た中で本当に震えたんですよ。はいはい、この話あれ、いや私が最近じゃ確認ですけど、終わり終わりいや、なんかね、これはめっちゃ怖いですよ。自分自身の怖さみたいなとこもありますよね、これね本当に
でも痺れてる人って動けないですもんね。動けないです。もう硬直されてるんですよ。そうなんですよ。これ妙子知ってた？そう、感電してる人を、だからコンセント待ってて感電しましたし、これどうやって助けるか知ってます？心臓マッサージとか刺さってる状態だったら、わっ、これもちょっとわーってなる。そう、これなんでかって言ったら、感電してると筋肉が硬直するから離せないのよ。なるほど。そういう人見た時どうやって助けるかっていうと、ドロップキックなんですよ。そう、離してしまうのね。そう、自分も触ったら、なんで自分になるかっていうと、自分でこう電流が回るんですよ、こうって。はい。アースでね。だから、ドロップキックどこでも触れてないから助かるんですよ。だから残酷なように見えて、それが助かるのが一番確かなんで。でも私の場合は、この網で、とりあえずザーッと出して、はい、網に、まあ、頭がちょっとはまったし、まあ、映像としてはすごい面白いんですけど、もう、こっちはもう、まあね、びっくりしてますから。だってこれ、お土産のキューピーちゃんみたいになってね、こうなってられたんで、大丈夫ですかって言って、おじいさんのプライドあったんでしょうね、はい、これで大丈夫ですよって言い出してる手前、はい、合ってるって言ったんですよ。これでいい、もう自分のことはいいから、救えっていう。あ、だから金魚ね。はい、金魚。ほんでまあ作って無事そこは今も綺麗な無人機になったんですけど、これ後日ちょっとしばらく休まれてたんですよ、はい、で次来られた時に、本当なんですよ、これ信じられないかもしれませんけど、腰痛が治ったんですって。あれ、あ、じゃあショック療法というか電気なんか、かえって電気が良かったんでしょうね。おお、いや、まあ、いい話で落ち着いてますから、危ないですからね、これ。でも信じられないでしょ。信じられない話ね。ここでね、スピンオフ、すごいね。秘密結社ですから。え、でも普通やるときは自分絶縁体のものを手袋とかして外からやるでしょ、あれ。あ、いや知ってる割にはね。そう、うん、だから、あの漁とかやるときは船の上からそれをバーって金具を出すときなんですよね。じゃあ何自分を入ってやってんの、やっぱ現役って大切で、戦い続けてる時はあれなんですけど、ちょっとやっぱブランクあったんでしょうね。ちょっと自分でもあれいつもそんなんやったっけ。あれ、結構冷たいなとかおっしゃってたんですよ、はい、当時はあのゴムの服を着たりしたかったんでしょうね、はい、あ、こんな冷たかったんです。だから自分の中でもちょっと現役時代が戻ってきたんでしょうけど、ちょっと忘れちゃったんだ、お茶目な。怖いですよ。怖いですよ。人がこうなってる時って。そんな光景見ないですもんね。見ないです。でも、網で救うか、電気を止めてもらおうかなんですよ。おー、そうですよね。自分じゃどうしようもないからね。でも、このもう一人のおじいさんはここに集中してますからね。もう私しかいないんですよ。で、かといって、これ私が入っていって、私が感電するわけにもいかない。そうですよね。もうだから、おじいさんがもうちょっと離れたところだと、もう救えなかったと思いますね。運が良かったんですよ、まだね、これは。その人が一人でやろうとしてたら、もう誰も助けられないですもんね。助けられないです。あれは3人組で良かったね。3人組ってね。だから3人って大切ですよね。3人、3っていう数字はやっぱね、パワーがありますから、ね、そうですね。そこに追いつくんだ、その話。心情の知恵とかいますしね。そうですね、大事ですよね。でも最近あれですよ、もう忙しくなりすぎて、あんまり連休時、出たり入ったりしてるんじゃないですか。そうです、もう、ね、もうあの今月帰れないんですけど。今月帰れないって何それ。公演がすごい入っいただいてまして。すごいですよね、殺到してるやろうな、うん、で、公演先のホテルでも今ちょっと階段の本をずっと、うん、7冊目が出るんですけど、うん、7冊すごいね。何の2冊するんですよ。いや、すごいじゃないですか。活字の方は台湾語に翻訳されて、台湾で、ね、台湾でイベントのってことですよね。そうですね、台湾語ありましたし、それからまた漫画の方が英語に訳されて、うん、英語圏で売ってくださることもすごい。すごいね、ありがたいことに。本当に本当にメディア坊主言っちゃダメ。えダメ、もうあのメディア坊主って失礼ですよって結構コメントくるんですか。本当にでもね、このチャンネル出させていただいて、もう小ヤッキーさんのファンがめちゃくちゃお寺来てくださるんですよ。ありがたいですけど、会いたいですもん。会いたいですよね。で、まあ、あの住所も全部バレてるんで。確かに。残念ながらほとんどいないんですよ。めったといなくて。そうですよね、だからそれは運ですから、導かれてタイミングがあればそれ会えるでしょうしね。会運だけに。そう、うまいこと言うけど、ちょっと今一瞬ね、これが結局網と一緒でね、早めに救わないと、うんうん、このまま、ね、死んでしまいますから、お願いしますよ。いや、本当にね、あんな休む暇もなく働いてるんですよね。連休時って名前ですけども、はい、早く救ってよ。ほんまや、ほんまや。連休とね、かかってますね。そうです。でも夜中の2時から4時起きて、暦を見ながらね、その時間お経を読んだりするんですよ、もうホテルとかでも。ああ、
今日夜中の2時に起きなくっちゃみたいな、はいはい、で4時までお経読んで寝るんで、ほんと睡眠時間がどんどん削られていって、なるほど、もうでも頑張ってます。いやすごいですね、なんかお坊さんのこともやってますんでね、そこまでしなくても本当はいいぐらいの方ですよ、メディア坊主だけじゃないっていうことで、そうそう、ほんまみんなマジすごい人なんですからね、メディア坊主なんて言っちゃダメ、ほらほら本当にダメだよほんまにダメだって、もう怒られてる、もう次言ったらハーするよ、これ昔昭和の頃昭和だな一旦温めるという、はい、ということで本日のゲストはですね、三木大雲住職でした。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかある最後に、さっき聞いてましたけど、一番最初の運が良かった時も運って書いてたし、そう、ミョンさんとは目が合った、あの随所にダジャレっていう、なんかラッパーみたいなことされてるなっていう、インフンドル、いちいちそうって思いながら今日見てました。ミョンさんだけ網構えてくれたそうです、はい、もう電気の方で必死やったからDJ もら気遣いよはい、面白かったです。またぜひゲスト来てください。はい、ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございました。